エセケール・バルコは、アルゼンチンビージャ・ゴベルナドール・ガルベス出身のサッカー選手。MLS アトランタ・ユナイテッド FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。サンタフェ州で生まれ、2015年に CA インデペンディエンテのユースチームに加入した。2016年7月にガブリエル・ミリート監督時よってトップチームに昇格し、プロ契約を結んだ。2016年8月28日、CA ベルグラーノ戦にヘッス・メンデスと交代で出場し、プリメーラ・ディビシオンでデビューした。9月11日、CD ゴドイ・クルス・アントニオ・トンバ戦でプロ初得点を記録した。デビューシーズンの2016から17シーズンは、リーグ戦30試合に出場した。コパ・スダメリカーナ2017の決勝セカンド。レグシー R フラメンゴ戦ではペナルティキックで得点を記録した。2018年1月19日、アトランタユナイテッド FC に移籍した。移籍金は1500万ドル。1500万ドルの移籍金は2013年にトロント FC がエースローマからマイケル・ブラッドリーを獲得した際の1000万ドルを上回り、MLS 史上最高額となった。U-20 アルゼンチン代表として2017年の南米ユース選手権に出場した。南米ユース選手権ではチーム最年少ながら背番号10を着用した。2017年の FIFA U-20 ワールドカップにはクラブが招集を拒否したため出場しなかった。ありがとうございます。